2番の西野引っ張りました。大きな当たり、打球が伸びていきます。伸びていって入りました。最後青のラバード一番上に当たって、そしてそのままブルペンに飛び込んでいきました。西野の打球、今シーズン第1号。ギリギリのところで入っていきました。珍しいホームランですね、なかなかのてっぺん当たってね、入らないですよね。いやでも打った瞬間、行ったかな、行ったかなと思ったんですよね、はい、